である情報処理において、プログラムの動作中のインスタンスを意味し、プログラムのコード及びすべての変数や、その他の状態を含む。オペレーティングシステムによっては、プロセスが複数のスレッドで構成される場合があり、命令を同時並行して実行する。コンピュータプログラムは命令の受動的集合体である。プロセスはそれら命令の実際の実行である。 同じプログラムに対応する複数のプロセスが存在し得る。例えば同じプログラムのインスタンスをいくつか開始することは複数のプロセスの実行を意味することが多い。マルチタスクは複数のプロセスがプロセッサや他のシステム資源を共有するための技法である。各 CPU はある時点には一つのタスクだけを実行している。 しかし、マルチタスクでは各プロセッサに各タスク間で切り替えさせることができ、各タスクの終了を待たずに次々とタスクを実行できる。OS の実装にもよるが、タスク間切り替えは入出力操作の際に行われたり、タスクが明示的に切り替え可能であることを指示したり、ハードウェア割り込みの際に行われたりする。マルチタスクの典型的形態として、タイムシェアリングがある。 タイムシェアリングは対話型ユーザーアプリケーションの素早い応答を可能にする技法である。タイムシェアリングシステムではコンテキストスイッチが高速に行われる。そのため同一プロセッサ上で複数のプロセスが同時に実行されているように見える。複数プロセスを同時に実行することを平行性と呼ぶ。セキュリティと信頼性のため現代の OS は 個々のプロセス間での直接の通信ができないようにしており厳密に統制制御されたプロセス間通信機能を提供している一般にプロセスは以下のようなリソースから構成される OS は各プロセスのこれらの情報の大部分をプロセス制御ブロックというデータ構造に保持しているこれらリソースの一部少なくともプロセッサの状態情報は プロセスというよりもスレッドに対応している。オペレーティングシステムは、プロセス同士を分離させておいて必要なリソースを割り当て、プロセス間で互いに干渉し合って、システム障害を発生したりしないようにする。オペレーティングシステムは、プロセス間通信の機構も用意して、プロセスが安全に通信し合えるようにしている。プロセスは、その役割で分類すると、 OS の機能を実現するシステムプロセスとユーザー権限で実行されるユーザープロセスがある。プロセスはそのプログラム部分の性質で分類すると以下のようになる。コンピュータ制御ソフトウェアは1960年代初めまでに IBS のような監視制御ソフトウェアから実行制御ソフトウェアへと発展した。コンピュータは高速化していったが、 CPU 時間は安価ではなく、しかも完全に使われたわけではない。そのため、マルチプログラミングが必要とされ、また可能となった。マルチプログラミングとは、複数のプログラムを同時に実行することを意味する。当初は単一のプロセッサ上で動作し、少ない資源を共有していた。マルチプログラミングはまた、 より幅広い用語であるマルチプロセッシングの基本形態でもある。プログラムはプロセッサへの命令列で構成されている。単一のプロセッサは一度に一つの命令しか実行できない。つまり同時に複数のプログラムを実行することは不可能である。プログラムは長い待ち合わせが必要な計算資源を必要とすることがあり、時間のかかる操作を行うこともある。 そういったとき、プロセッサは何もしていない、アイドル状態になる。プロセッサを常に動作させるため、そういった入出力待ち状態のプログラムの実行を中断し、別のプログラムを起動、または再開させる。ユーザーから見れば、複数のプログラムが同時に動作しているように見える。間もなく、プログラムの観念は、実行中プログラムとそのコンテキストという観念に、 拡張された。これがプロセスという概念の誕生である。これは、リエントラントなコードの発明とともに必要になった。スレッドという概念が生まれるのはその少し後になる。タイムシェアリングシステム、コンピュータネットワーク、マルチプロセッサ、メモリ共有型コンピュータなどが登場し、古い、マルチプログラミングは、真のマルチタスクやマルチプロセッシングにとって変わられ。 さらにはマルチスレッドへと進化していったのである。マルチタスクオペレーティングシステムでは多くのプロセスを並行実行するためにプロセス間でコンテキストスイッチを行うことがある。ただし一つのシングルコア CPU においてはある一時点に一つのプロセスしか実行できない。主プログラムを一つのプロセスとしそれ以外を並列に動作するプロセス群として独立させ、 非同期に動作するサブルーチンとして実装することもある。プロセスはリソースを所有しており、メモリ上のプログラムのイメージはそのようなリソースの一つと言える。マルチプロセッシングシステムでは多くのプロセスが同じリエントラントなプログラムのメモリ上のコピーを共有しているが、プログラムのイメージは個々のプロセスが所有していると言える。 組み込みシステムのオペレーティングシステムでは、プロセスをタスクと呼ぶことが多い。プロセスという用語は、時間を占める何かであり、対照的にメモリは空間を占める何かである。また、ジョブがユーザーから見た処理の単位であるのに対し、プロセスはコンピュータ側から見た処理の単位である。以上の説明は、オペレーティングシステムに管理されるプロセスにも、 プロセス計算で定義されるプロセスにも当てはまる。プロセスが中断された状態ならばディスクにスワップアウトすることができるが仮想記憶システムではこれは透過的であってあるメモリブロックの内容がディスク上にあってメモリ上にないという状態は正常な状態である。動作中プロセスの未使用部分もディスクにスワップアウトすることができる。 実行中プログラムやそのデータのいかなる部分も対応するプロセスを実行するにあたって物理メモリ上に存在する必要はない。しかし、プロセスがディスク上のコードやデータを必要としたとき実行が中断されてページングとして知られている方法でその内容が物理メモリに移動される。状態遷移図の形式で表したプロセスの様々な状態。矢印は 状態から状態への遷移が可能であることを示す。見ての通り、一部のプロセスは、主メモリにあるが、一部は二次記憶にある。マルチタスクが可能な OS のカーネルは、個々のプロセスの状態を保持する必要がある。この状態の名称は標準化されていないが、どの OS でも似たような機能を持っている。以下の典型的なプロセス状態は、多くのコンピュータシステム上で見られる。 これらの状態のほとんどで、プロセスはメインメモリ上に存在する。プロセスが最初に作成されると、生成状態あるいは新規状態となる。この状態では、プロセスは走行可能状態にされるのを待つ。この状態遷移をさせるのはスケジューラである。多くのシステムでは、この遷移が自動的に行われるが、リアルタイムオペレーティングシステムでは、 遅延が生じることがある。リアルタイムシステムで多くのプロセスを走行可能状態にしてしまうと、フォアとシステムリソースの競合が発生し、プロセスのリアルタイム性を損なってしまう。走行可能状態あるいはスケジュール待ち状態のプロセスはメインメモリにロードされ CPU による実行を待っている。任意の時点の走行可能状態のプロセスは、 非常に多数になる可能性がある。例えば、プロセッサが1個のシステムでは一度に1つのプロセスしか実行できないので、他のプロセスの多くは実行されるのを待っている状態となる。走行中状態、実行中状態、活性状態などと呼ばれる。この状態のプロセスは現に CPU 上で実行されている。この状態で割り当てられた。 タイムスライスを使い切ると走行可能状態に戻される。あるいは、プログラムの実行が終了すれば終了状態になるし、何らかのリソースが必要になればブロック状態になるだろう。スリープ状態とも言う。プロセスはリソースを確保できないと、プログラム実行を続けられなくなるので、CPU から外されてブロック状態となる。プロセスはそのリソースが、 利用可能となるまでブロック状態のままとなるがこれがデッドロック状態を発生させることもあるブロック状態のプロセスに対してオペレーティングシステムはリソースが利用可能となったことを知らせるオペレーティングシステムはブロックされなくなったプロセスを再び走行可能状態にしそこから走行中状態にディスパッチされるとプロセスは 利用可能となったリソースを使用することになる。プロセスは走行中状態で、プログラムの実行完了によって終了状態となるか、明示的に終了させられることもある。どちらの場合でもプロセスは終了状態になる。プロセスがこの状態になってもメモリから消去されない場合、この状態をゾンビ状態とも呼ぶ。 ユニックス系オペレーティングシステムにおいてゾンビプロセスが残っていて終了ステータスを読まれるのを待っているプロセスである。この用語のメタファーに従えばゾンビプロセスは死んでいるがまだ死神が到着していないということになる。プロセスは終了するときに使用していた全メモリとリソースを解放して他のプロセスが再利用できるようにする。しかし、 プロセステーブルのエントリーは残される。親プロセスには、コプロセスの終了を知らせるためにシゲチルドシグナルが送られる。親プロセスは、シゲチルドシグナルを必ずしも利用する必要はなく、利用するかどうかは、プログラミングの都合による。親プロセスが、コプロセスを、ゾンビプロセスにせずに、見取るためには、コプロセスの終了ステータスを読み取って、ゾンビを削除する。 一般的には、プログラムの適当な場所で、ウェイトピッドシステムコールを、ホノハングオプション付きで呼び出すか、シグナルハンドラでシゲチルドを補足し、ウェイトを実行するか、またはシグナルもしくはシュゲクションシステムコールで、シゲチルドに対して、シグ、イグのシグナルハンドラを設定する方法が代表的である。ゾンビの使用している。 プロセス識別子とプロセステーブルエントリがそれによって再利用可能となる。このような処理を行わなければ、ゾンビプロセスは残存し続ける。例えば、親プロセスが他の子プロセスを生成しようとしていて、ゾンビとなっているプロセスと同じプロセス識別子を割り当てられたくない時などは、ゾンビプロセスを残す意味があるだろう。ゾンビプロセスは、孤児プロセスと同じではない。 コジプロセスはゾンビ状態にはなっておらず、イニットプロセスを里親としているので必ずウェイトが実行される。ゾンビプロセスはユニックスの PS コマンドのスタッドカラムに Z と表示されることで識別される。ゾンビプロセスは一般に非常に短期間しか存在しないが、親プロセスのプログラムにバグがあるとずっと残存することがある。メモリリークと 同様、ゾンビプロセスが多少存在しても問題はないが、高負荷状態でゾンビが増えると、プロセスを生成できないなどの問題を発生することになる。ゾンビプロセスを消去するには、まず親プロセスにキルコマンドで、シゲチルドシグナルを送ってみる。これで、親プロセスがゾンビを刈り取らないなら、次は、親プロセスを終了させる。プロセスは、 親プロセスが終了すると、イニットが新たな親に設定される。イニットは、定期的に、ウェイトシステムコールを実行しているので、すべてのゾンビプロセスを刈り取ってくれる。仮想記憶をサポートするシステムでは、蒸気以外に2つの状態がある。どちらの状態もプロセスは二次記憶装置に格納される。一つは、スワップアウトされたスケジュール待ち状態である。 仮想記憶をサポートするシステムでは、プロセスはスワップアウトされることがあり、中期、スケジューラーがメインメモリから仮想メモリに移動させる。その後、中期、スケジューラーによってスワップインされ、通常のスケジュール待ち状態になる。もう一つは、スワップアウトされたブロック状態である。ブロックされたプロセスもスワップアウトされることがある。この状態では、 プロセスはスワップアウトされた上にブロックされているため先にスワップインされれば通常のブロック状態になるし先にリソースが利用可能になればスワップアウトされたスケジュール待ち状態になるプロセスが互いに通信することをプロセス間通信と呼ぶプロセスはかなり頻繁に通信を必要とする例えばシェルのパイプラインでは 1> 第1のプロセスの出力を第2のプロセスに渡す必要があり、その後も同様に出力と入力が連鎖する必要がある。その際、割り込みなどを使わずに構造化された方法を使うことが望ましい。通信するプロセス群は異なるマシン上で動作していても良い。その場合、それぞれのマシンの OS は異なるかもしれないので、 何らかの調停機能が必要となる。ありがとうございます。